こうした懇親会を企画した意図を問われると、多様性ダイバーシティということでございました。その中にはいろんな生き方とかいろんな仕事、まだまだですね、政治の世界からも目の届いていないような箇所があるのではないかというようなですね、問題提起をさせていただく。どのような点で、世耕さんの部下は企画したストリップショーだったんですね。世耕さんはストリップショーがお好きなんですね。ストリップショーはダイバーシティなんですか？世耕さんと売国自民党の裏金がストリップショーで使われているんですね。世耕さん、逮捕されてほしい。めちゃくちゃ逮捕されてほしい。